私の名前は渡辺さとみ。今年で2年目になる社会人だ。恋人のアツシとはもう6年付き合っている。アツシのご両親、つまり私にとっては母さんと父さんにも顔合わせをとっくにしていて、連絡を取り合ったりして仲良くやっている。彼の親もいい人たちで本当に良かった。義両親とうまくいかなくて別れるなんていうのはよくある話だ。アツシのご両親はとてもいい人たちなので、その心配はなさそうでよかった。結婚前からこんなによくしてもらえるのは稀だと思い、私も大切にしようと決めている。アツシとの付き合いももう6年になるし、きっとこのままアツシと結婚するんだろうなって私も義両親もきっと思っていたのだが、アツシが突然とんでもないことを言い出したのだ。結婚したら生活費として月4万入れるから、それでやりくりしろよ。え？一体何を言っているのか混乱する私と妙にドヤ顔なアツシ。月4万って食費の話だよね。生活費とか聞こえた気がしたけど。いやいや、生活費ってちゃんと言っただろ。きっと子供ができるまでは共働きだろ。アツシの収入が私よりも低かったら完璧に折半でなくたっていい。それでも4万しか入れないって一体どういう計算なのだろうか。4万じゃ家賃も払えないけど、他は私が全部負担しろってことなの？うちの実家は6人家族だけど、これで足りるって母さん言ってたからさ。1人頭4万あれば暮らせるって。いやいやいや、何かの間違いじゃない？月8万円じゃ2人で生活できないよ。実家に同居するってこと？いや、同居は嫌だな。親の目があったら新婚生活楽しめないじゃん。それだったら4万じゃ足りないよ。子供のこととか考えたら貯金もしなきゃだし、これからもっとお金かかるんだよ。でもうちの母さんはこれでやりくりできてる。家計簿だってちゃんと見せてもらったし。は？あのお母さんが1人4万でも家に入れてればやりくりできるって言ったわけ？アツシのお母さんはとてもいい人で、テキパキと家のことをこなした上で、息子の彼女である私への気遣いも忘れない。そんなにいい人がこんなことをアツシに吹き込むなんて、にわかには信じられない。無理だよ、お互い4万じゃ生活なんて無理だよ。じゃあ俺の4万で足りないならお前が出せばいい。は？仮に家賃が6万円で光熱費などが合計で1万円だったとしても、もうその時点で7万円かかる。さらに2人分の食費、節約家の人たちは月1万円なんて言ったりもするけど、私は健康にも気を使いたいから、どんなに節約しても2人で最低3万円はかかるだろう。そこから消耗品やなんやらと考えると、アツシと比べて私の負担だけが異様に重たくなる。あのね、私の一人暮らしの収支はだいたいこのぐらいで、これを軸に計算すると。それはお前が贅沢してるからだろ。そこから何を言っても平行線。本当に一人4万で生活していけると思い込んでいるみたいだった。一体どういう計算してあんなこと言ってるんだろう。それにあの母さんが言ったなんてやっぱり信じられなくて、私はその日のうちに義母に連絡を取ることにした。あの、夜分にすみません。実は。え？アツシが？アツシに言われたことをそのまま話すと、母さんはびっくりしていた。ね、うちはアツシ含めて6人家族なんだけどね。けど、確かについ先日、生活費いくらって聞かれて、月に24万はかかってるって言ったんだ。それを真に受け、単純に6等分すれば4万で済むと思ってしまったのではないか。というのが義母と私で導き出した答えだった。それにしても6人家族で24万円ってお母さんすごいですね。それもね、うち持ち家だからね、家賃はいらないのよ。アツシもその下の妹も働いていて、それぞれの給与で日々の飲み食いをしてるから、みんな揃ってご飯っていうのもあんまりないし、お米だって親戚からもらってるからお米代もかからないし、姑は高齢でもうそんなに食べられないから、6人家族だけど食費は毎月3人分お腹いっぱいぐらいしかかからないのよ。あの子、光熱費のこともよく分かってないのね。心底母さんは呆れているようだった。よかった、母さんが4万でいいなんて言ったわけじゃなかったんだ。娘は分かってるのに、なんでアツシは家にかかるお金のことが分からないのかしら。もしこれ以上話が通じないようだったら、結婚のことは考えた方がいいかもしれないわね。本当にごめんなさい。私もアツシに説教しておくから。
お母さんが謝ってくるのが本当に申し訳なかった。私の方こそ、とその電話は終了。少しだけ待って、それからまた考えることにしよう。いくらなんでも親から説教されたら考えを改めるでしょ。そう安心していたのだけれど、次の日、アツシは会うなり怒鳴り始めた。おい、母さんに怒られたんだけど。怒られたって、ちゃんと生活費について説明してくれたんでしょ。いろいろ言われたけど、4万で十分だろ。何が気に入らないんだよ。母さんに言われても、ちっとも反省もしてないんだ。むしろ逆ギレとか、てっきりこれからの結婚生活についてきちんと話し合えると思っていたのに、がっかりしてしまった。あのさ、これから部屋借りるでしょ。4万じゃ2人で暮らせるような部屋は借りれないよ。市内だったら最低6万くらいかかるよ。ユニットバスが嫌とか、部屋が欲しいならもっとかかるよ。じゃあ家賃はお前、それ以外は俺が出す。4万でなんとかしろよ。私が家賃出すの？じゃあ私が6万出すとして、光熱費と食費、トイレットペーパーやティッシュや洗剤やバス用品、毎月かかるよ。4万じゃ絶対足りない。だからそこをなんとかするのが主婦だろ。家事するのはお前なんだから。共働きなのに自分は月4万しか入れなくて、それ以外のお金と家事は全部私任せなの？お金だけじゃなくて、いろいろなことを助け合うのが夫婦じゃないの？アツシ、本気でそんなこと言ってる？家計に関しては主婦の仕事だろ。家事だって女の仕事、そこは甘えないでちゃんとやってほしい。絶句してしまった。かたくなにそれしか出さないようにしているのは何なの？あのさ、自分が言ってること他の友達とかに聞いてみたら？そうだな、お前が贅沢しすぎだってこと分からせてやる。自分の家だからダメなんだ。ここは第三者の話も聞いてもらおう。そう提案し、私は早速共通の友達カズヤとミドリを呼ぶことにした。二人は驚いていたが、事情を話すと分かってくれた。1時間ほどしてから二人が来てくれ、話し合いが始まる。まず二人の月の生活費を聞かせてくれる？うちは彼氏と同棲してるから、家賃含めて14万くらいかな。親戚が持ってるアパートだから、家賃がすごく安くて助かってる。二人で毎回分けてお金出してるよ。自分しか使わないものは自分のお小遣いから。俺は一人だけど12万いっちまうかな。食べるの好きだし。そんなに本当にかよ。本当よ。外食とかあんまりしないようにしてて。これよ、俺は一人暮らしだから適当な使い方しちまうからさ。でももし誰かと結婚したらちゃんと折半するよ。まだ半信半疑のようだ。私が言い出したからわざと多めに言ってると疑ってるんだろう。贅沢しなかったら4万くらいでなんとかなるだろう。どれだけ贅沢して。4万はあ、冗談だろ。生活できねえよ。家賃と光熱費と Wi-Fi だけで終わるわ。二人は本気でびっくりしていた。その様子に顔が引きつり出すアツシ。4万ってお前どんな生活してんの？修行？光熱費に水道代に雑費。まさかこれから結婚して4万しか家に入れないつもりって本気で言ってたの？里美への嫌がらせじゃなく？もちろんこの二人も私たちが結婚まで考えているのを知っている。だからこそ本気で心配してくれているんだ。いや、うちの実家は6人で24万だし、やりくりすれば。呆れた。家庭によって生活費なんて違うでしょ。っていうかさ、自分は4万しか出さないで、他はみんな里見に出させるって寄生虫じゃん。ちゃんと生活費について考えろよ。ガチ説教されてもアツシは不服そうだ。これだけ言われても納得できていないんだ。でもさ、まだ何か言おうとするアツシに私はもう我慢の限界だった。これだけ言われてもまだわからないの？4万じゃ無理なの。実家じゃ。みどりにも今言われたじゃない、人によって生活費は違うの。それでも4万しか出さないって言うなら、安いボロアパートに住んで毎日パンの耳でもいいってことよね。それはあなたはそういう生活レベルにしろって言ってるようなものなの。これ以上考えを直してくれないのなら結婚なんて無理なんだけど。そこまでのことかよ。ちゃんとやればさ。まあ、アツシと夫婦になろうなんて気持ちはどこかに吹き飛んでいた。愛が冷めるなんてこういう時のことを言うんだろうな。あんたとは無理。ちょっと考えさせて。それからアツシはカズヤに連れて行かれ、飲み屋で再度説教されたが、考えは変わらないようだった。私はもう別れることを決め、母さんに報告した。そう、
それでいいと思うわ。あの子、お金に関しては何も分かってないんだもの。さとみちゃん、今まであんなのと一緒にいてくれてありがとうね。そこまで言ってくれた母さんに申し訳なさを感じつつ、私はアツシに本当に別れることを告げた。すると謝ってきたが、4万じゃ無理なら4万5千円でいい。ちっとも分かってない。カズヤから聞いたが、カタクネに出そうとしなかったのはやはり自分の給料からあまり出したくなかったから、遊ぶ金の方が大事だからだと話していたらしい。そんなことだろうと思っていた。だいたい実家暮らしなのに家には一銭も入れずに、毎月手取りの16万を全て使い切り、たまにお母さんにお小遣いを要求していたらしい。月16万使い切ってるやつに月4万で生活できるとか言われてたわけ。結局私との結婚のことなどちっとも考えてくれていなかったのだ。結婚しなくて本当によかった。アツシはいつまでも恨みがましい LINE を送ってきたが、母さんと父さんからカツを入れられたのか、だんだんとなくなっていった。いつまでもサトミさんに迷惑かけるんじゃないよ。だって母さんに怒られているアツシが容易に想像できる。それから新しい彼女を探そうと躍起になっているみたいだけれど、金遣いの荒さがさらにひどくなっているらしく、せっかく付き合えてもすぐ別れちゃうのよ。ありゃもう治らんね。私はそれから当分彼氏はいいかなとは思っていたが、新しい出会いがあった。職場の先輩で今回のことを話したら笑ってくれて、それから食事とかに行くようになったんだよね。この人と結婚するかはわからないけれど、もしそうなるならきちんと話し合わなきゃなと肝に銘じている。いくら好きでも我慢しちゃいけないことはあると分かった出来事だった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。